撃を。そこだ。ブレイクハンド、モビルアーマーのサブユニット。一匹一匹プチプチ潰していくしかないか。ブルーマたち至る所に入り込んでるのね。片っ端からブレイクアウトさせよう。本番前の一暴れだよ。まあやれるだけやるさ。フルーマの全滅確認。核壁のスイッチに電源が入ったよ。小隊長、スイッチ操作を。よし、行こう。ただこっちのルートは少し遠回りになるかな。しまった、出会い頭にドム。こいつらなんか動きが違う。あれ、ただのビッグドムのはずだけど。知り合い？いや、そうじゃないけど、もしかしてジオンのエースチーム、黒い三連星。え、記録ではオデッサ作戦の直前で撃破されたはずよ。ブレイクミッションだし、データの混在は考えられるかも。小隊長、三日月くん、こっちも連携して攻撃しましょう。わかった、でも邪魔はしないでね。逃がさない。あ、ブルーマがブレイクイン。バルバトスだけじゃなく、ハシマルのデータもバンバン流れてきてる。どうせなら鳥もここにいれば簡単なんだけど。行け行け。モールレンジ攻撃。核壁のスイッチアクティブ。奥へ進みましょう。どんな奴が出てこようと、それが敵なら潰すだけでしょ。そういうこと。一気に間を詰めて撃破。出てこなければよかったのに。行け、当てる。行け、待て。遅い。展開。まだ来るのか、しつこいな。ザット軍、コズミックイラの歴史からブレイクインが散発的に起こってるよね。この先に大物でもいるのかな。やるな。行かせません。オールレンジ攻撃。落ちる。だいぶ奥まで来たんじゃない。うん、この先の坂を下ればホワイトベースがいるポイントだよ。敵、今度は出会い頭にザフト。やっぱりそう来たか。三日月くん、気づいてたなら言ってよ。敵を全部倒すんだろ。分かりやすくて楽だと思うけど。そうね、邪魔者は潰せば終わりだし。ユノ姉さん、考え方が鉄火弾らしくなってきたね。当たれ。オールレンジ攻撃展開。まだなのか。使いこなしてみせる。うん、先を急ぎましょう。終わらせて帰ろう、腹も減ったし。もう少しだけ付き合って、三日月くん。また変なのが増えた。
ザフト軍の次はブルーマン。サクラ、ホワイトベースは大丈夫なの？電波妨害が強くて、すぐそこの距離でも通信が繋がらないんだよね。お、ここで落ちるわけにはいかない。展開！この剣で！行け！敵の陸戦隊が出てくるぞ。総員、バズーカとライフルで立ち向かう。ユル姉さん、通信回復。ブライト艦長、お待たせしました。ユノ、遅いぞ。もう持たん。私たちで何とかします。ガンダムも一緒です。何？アムロは無事だったのか。え、あの、ガンダムです。あの白い木馬みたいなのを助ければいいわけ。もうボロボロだけど。だから私たちが守らなきゃ。ホワイトベースを囲んでいる敵の排除を。分かった、俺がやることは変わんないし。ホワイトベースはもう動けん。さて、この舞台の主役がどれほどのものか見せてもらうぞ。誰あいつ。ザフトのラウル・クルーゼ。ジェネシスを使って人類滅亡を企む、そんな人が宇宙世紀に。あの人がハーミスが言っていた、誰の味方でもなく全てのものにとっても敵。行くぞ全員。うわー、もう誰にも止められはしないさ。宇宙を覆う憎しみの渦はな。よその世界にまで戦乱を広げて何が望みなの。私のではない。これが人の夢、人の望み、人の業。他者より強く、他者より先へ、他者より上へ。奇跡を妬み憎んで、その身を食い合う。ふーん、あんたはどうなの。私は結果だよ。だから知る。自ら育てた闇に食われて人は滅ぶとな。そう、もういいよ。なんか難しいし、分かるのはここは俺たちの本当の居場所じゃない。そこに着くまで俺は止まらない。止まれない。君、戦いは非常さ。いついかなる時も。参ります。ブレイクアウトした。すごい迫力と悪意を持ったパイロット。このミッションの何かに引っ張られて無理やりブレイクインしたみたいだね。帰ろう、みんなのところに。よかった、こっちのガンダムも元の歴史にブレイクアウトしたみたい。でも本来ここにいるはずのガンダムはいなかった。探さないと。本当にいるべき仮面の男もね。我々の勝利です。帰還しましょう。まさか一年戦争にザフトの要注意人物ラウル・クルーゼとはね。でも肝心のアムロ少尉、
シャア大佐はいなかった。アバオアクーでの戦いはトゥルーミッションでってことになりそうね。修正用のフラグメントキーは手に入ったの？修正データ2つ入手。宇宙世紀とポストディザスターの歴史、いつもの多重ブレイクとは少しデータ形式が違ってるなとは思ったんだよね。アバオアクーに異なる歴史のガンダムが複数いたってこと？ホワイトベースが着底してた場所まで2ルートあったの覚えてる？回り込んで下っていくルートと縦穴を一気に飛び降りるルートよね。そう、それどちらを進んだかでブレイク現象が変化したみたいなんだよ。トゥルーミッション発生に支障はないけど、多重ブレイク現象の特殊な例として記録しておくよ。もう一つのルートも確認しておいた方がいいかもね。ユノ、今は先を急げ。ユノ、情報が紐づいたフラグメント機、今までになかったブレイク現象か。コーディネーターとナチュラル、その決戦の地に行くんだね。ガンマ線レーザー砲ジェネシス、何としても発射をやめさせないと。ヤキンドゥへ、コントロールセンターヤキン。そう、ヤキンドゥへを抑えるのが重要だよ。キラ君、アスラン君がいればなんとかなるはず。あとはかがり姫様たちとの連携も確認しておかないと。かがり姫？そうか、キラ君たちは第三勢力なのよね。どういった立場なの？簡単に言うと、元地球連合軍プラントの本権派、そのどちらでもない中立国、この三勢力の同盟軍に所属しているんだよ。ずいぶん複雑な構成ね。それぞれどういった組織なの？前にブレイク修正したアラスカ基地の事件以降、地球連合軍から離脱して脱走艦になったアークエンジェル隊、プラントの本権派閥クライン派のラクス・クラインさん率いるザフト軍艦エターナル、そして中立国家オーブ連合首長国の代表さんカガリユラ・アスハ姫が司令官を務める宇宙戦艦クサナギ、この3隻を柱とした俗に三隻同盟と呼ばれる同盟軍と一緒に戦うことになるよ。今回の私たちはその三隻同盟扱いになるのね。そういうこと。史実ではこの戦いでかがり姫様が重要な役割をすることになるんだけど、そこは私が確認するから大丈夫。
小隊長さんに気をつけてほしいのはやっぱり仮面の男の存在かな。ラウル・クルーゼ、アバオア・クーのブレイクミッションに出てきた怖い人ね。トゥルーミッションにすら影響を及ぼしかねない危険極まりないパイロット。仮面の人は基本的に強敵ばっかりよね。そういうわけでいざ地球の存亡をかけて第二次夜勤ルーレ攻防戦。状況は前と同じね。さてキラ君とアスラン君は。あんたは俺が守るよ。オルガに言われたからね。ジュリエット。小隊長さん、ユノさんたちか。キラ君、それともう一機がジャスティスガンダム。キラ君の親友アスランドラ君だね。二人がいればジェネシス発射は阻止できる。アスラン、小隊長さんたちと協力してジェネシスを止めるんだ。わかった、協力感謝する。はじめまして。早速ですが敵を倒しましょう。よし、蹴散らすぞ。そこです。全力で戦う。邪魔した。こんなことしたくないけど。この感じは。キラ君、どこへ。あの人だ。アスラ、後を頼む。キラ、ここは俺に任せろ。出てきたみたいだね、仮面の男が。ラウル・クルーゼ、すべてのものにとって敵。私たちはジェネシスを。時間はないよ、アスラン君、お願いね。俺たちでこの戦いを終わらせるんだ。できるか。タルヤ、ここは私が。出よ。フリーダムガンダムが交戦開始。相手はプロビデンスガンダム。フリーダム、キラ、通信回して。また君か。厄介なやつだよ君は。あなたはあってはならない存在だというのに。何を。さくら、コーディネーターは遺伝子操作によって生まれた人間。そうね、そうだよ。だけどザ知れば誰もが望むだろう。君のようになりたいと。君のようでありたいと。そんなこと夢に許される。君という存在を。キラ君はコーディネーターのだけじゃないの。他に何か特別なものが。彼はスーパーコーディネーター。人工子宮を用いて作られた。人間を作った。あぶる、死体が。やけるか。なんて力。なんだと。僕は力だけが僕の全てじゃない。
それが誰にわかる。何がわかる。わからぬさ。誰にもわかろうともしない人が。待て、プロビデンスガンダムが戦線離脱。まずいよ、ジェネシスの方へ行くみたい。なんだと。こっちも急ぎましょう。でも間に合うの。ギリギリまで諦めるな。間に合わせてみせる。ジェネシスのエネルギー反応が増大してる。まさか撃つの。目標は北米大陸東岸地区、地球大西洋連邦首都ワシントン。まずい、時間がない。あんたもアトラのご飯どう？美味しいよ。